叩き伏せる。叩き伏せてくれ。スタンさせて。神をスタンするんだ。どうだろう。暗い。いいいい。神がスタンしてるぞ。神が動けなくなってる。今がチャンスです。ただここでピュエラが来るんで、このピュエラをどう退くかだな。やめてくれ。あーダメだ。ダメだー。あー死んだ。見事にやられたわ。負けましたー。三つ指つかなきゃ。三つ指くっつく練習しなきゃ。いやこの形見ると安心するわ。あーどうしようもないっすね。もう詰んだな。こっち叩いて、でここもキュライってやって、巻き込み殺しからの空ホームでマシンガンで信じるんだ。ダメだ。もうめちゃくちゃ硬い。何も通用しない。すごい硬い。すげえ。ドッペルマギアとか撃たれちゃったよ。オーバーキルされちゃった。地獄なんだけど。え、こんな戦いが繰り広げられてたんだ。これやばいですね。ちょっと皆さんお待たせしてごめんなさいですが、あ、いた。あれ、この方知ってる人かも。これ押して、あ、ここでチャットすればいいのか。よろしくお願いしますって来てるんで、ちょっと挨拶しますね。まずこれ押せばいいのか。この三角みたいなやつで画像を貼り付けるんでしたっけ。そうだね。ピッと。あ、で、これで見れるのかな、ここで。あ、これで見れるんですね。お、3人編成だ。怖い怖い怖い。逆に怖い。今まで5人ばっか使ってた。で、ここに貼り付けて、これ、いつものコインクラブ配りの要領だぞ。いつものコインを配るときと同じだ。で、OK を押すと。そうすると、出ました。神に祈ったんで。絶対に勝つ。うん。逆にいいのかな、これは。じゃあまず落ち着こう。まずちゃんと推理するんだ。ここ22溜まってるでしょ。ここ33でしょ。でここに吸い寄せられるんで、この辺やっぱ2トップやばいってことでね。やばいんで、下手したら負けるな。下手したら負けるぞこれ。まず切り打ちましょうか。切り打ちます。頼む。よし、来た来た。いいぞいいぞ。切りで混乱してる隙をついて、ここでウムウムが挑発しますと。うむうむ。どっちを叩いたらいいか迷う。ただあんまりこれ叩きすぎると出ちゃうんだよ。ドッペルが出ちゃうんで。叩きすぎると出ちゃうんで、中身出てきちゃうからちょっと気をつけようね。痛がってるぞ。レインチョン、いいぞ。痛みに反応した。もう一回やって。レインチョン惜しい。ただ逆にこれで、これまだわかんないですね。どうなるだろう。あ、なんだと。耐えて、ウサギの耳で耐えろ。耐えろ。おしおし、来た。いいぞいいぞ。ここまでは練習通りなんで、これ打ちます。で、打った後の動きだ。どうしよっかな。これ多分倒せると思うんだよね。多分で大丈夫か。あ、倒せないよ。挑発されるんだもん、だって。挑発されちゃうから、挑発されることを織り込み済みで考えて動かなきゃダメってことか。だったら、これも打っといた方がいいか。これちょっとワンチャン打っといて。引かなかった。え、誰かに聞いた？あ、聞いた、やった。怖い。牛歩のようにちょっと、ゆっくりでいいから。しっかり考えよう。ブラストコンボかな？ブラストコンボ。叩きすぎると出ちゃう。叩きすぎると出ちゃうじゃん。中身出てきちゃうんで。ピックピック、ナイス魅了。まずナイス魅了だった。これをうまく使いたい。じゃあこの後のモーションをどうしていくかなんだけど、まあスダチが死んでも吸い取ってくれるでしょ。吸い取ってもらうとして、でも一応ここ狙えばレンチョンが叩いてくれる説もあるんで、だからそれを期待しながら行くってことは、あ、いいか。これ空砲もやっぱこのターンで打った方がいいかな。このターンで打って息の根止めて、止めれなかったとして、止めれない説があるからちょっと怖いんですよね。ここ叩いて、で倒せました。でここに自動的に行く。行かない。挑発されるからこっち行くね。こっち行って、でもここで倒せるかもしれないのか。いや、悩むな。すごい悩むな、これ。今世紀最大に悩みますね。怪獣向こう持ってるかな。ここ持ってるかな。怪獣向こうなかったら、なんか次のターンに怪獣残しとこうかな。どうせ空砲も動くからね。あ、やべ、間違った。あ、間違ってないか。え、大丈夫か。中身出ちゃうよ、バイイロ。それ以上攻撃すると中身出してくるよ、こいつって。あ、やばい、ちょっとこれまずいって。大丈夫か。あ、大丈夫か。いや、大丈夫。これ、撃たれるけど、いや、まずいな、これは。これ撃たれるでしょ。まずここで撃たれます。
で次コネクトが来るのか、次この次かこの次で、あー死んじゃった、かわいそうに、かわいそうに。あーでもデバフがめっちゃあるから、ひたすら弱らせて、どうしよう、ひたすら弱らすか、弱らす戦法難しいですね。なかなかモキのブラスト方向良かったですか今。えマジですか、あ来てる来てる来てる、モキ頑張って、モキに頑張ってもらって、モキを使いますと、ここでここでモキ使うんだけど、その次どうするかな、このレンチョンの、あ違う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 、待ってデバフもう一個ぐらい全然打ってもいいよね、もう一個打って、で火力が弱い状態だったらさ、このブラストクラッ、いや打たせない方がいいな、マギア打たれたら終わりだよねこれね。あーレンチョンリスクが来てる、レンチョンに挑発させたいけど、レンチョンのこの攻撃力アップもかまして、いやこのターンで決めるしかないな、これきっとこのターンで決めないと逆にこっちが殺されておしまいな気がするってことは、これも打った方がいい、打ちます、待て待て、いいんだよな、誰動かそうかな、レンチョン、はるかさんまだ使えるんだ、じゃあはるかさん、はるかさん挑発してもらって、でここで、いやーどうしよう、レンチョンで叩いて叩いて叩いて叩く、要は3回叩くってことね、3回叩いてクリアだ、中身出ないよね、大丈夫だよね、中途半端にダメージ与えて中身出たらマジやばい、あーよかったよかった、あー怖かった、とりあえず勝ちは勝ちですね、あとはポイントか、あとは相手がポイントをどれぐらい取るかだな、怖いなー、2009、これスクショ2916です、えでスクショ取ったらもういきなり貼っていいんですかね、これネタバレになっちゃうね、相手の人まだ終わってなかったらそんなことないか、そんなの関係ないか、702点、ああやった勝った、嘘嘘嘘マジで勝った、勝ちました勝ちました、でこれで勝ちを申告しなきゃダメですね、自分がで、これでビクトリーリポートをすれば OK だね、 OK です、でまさか勝ててよかった、本当に一回も勝てないで負けるからもう三つ指するつもりだったんで、でどこでちょっと戦ってきますか、ちょっとモキュートあれがいるんで怖いですけど、さっきと同じだ、編成的には猛球だよね、もさっき猛球じゃなかったよね、あまず切りを打ちます、で挑発打つ、ここまではもうここまでテンプレ通り、猛球で猛球しばいた方がいいですかね、猛球で猛球しばかないと多分こっちが負けちゃうと思うんで、しょうがないんで猛球で猛球、猛球で猛球エンドかな、あえて空ホムを動かしてこうして、でワンチャン空ホム狙われちゃうからね、猛球潰さないと、これでいきましょう、自分のキャラを信じて、勝った、いいぞレンチョン、レンチョンが削ってくれ、あバカバカバカ、それ聞いてない、いい頼む、マジか、あーやばい、これはやばいな、このターンなんとか逃げたとして、スダチ来るでしょ次、やばいなー、マジか持ってかれた、回避打っとくべきだったか、あーマジか、やっぱ回避先打っとけばよかったか、動けなくなってるし、なんなら挑発してきてないぞ、まだ諦める時じゃない、これはレンチョンで動かしてここを先に、だから確実に潰せるかどうかなんだけど、挑発されたりしたら嫌だからな、あそうカバーがあった、カバー危ない危ない危ない、カバーがあるんだったら絶対これもう一点集中でしょどう考えても、じゃあこうしてこうしてこれで信じるんだ、自分を信じるしかない、もうやってくれ、あっ今のってさ、えなんでそっちになったの、自動的になるのそれ、あれちょっとよく分かんなかったけど、とりあえずなんかうまくいったな、ここはこれ打って、これでとりあえずじゃあ悪くないわ、いいな、いいですね、はるか先輩、はるか先輩これでも食らえ、あれなんかさ今一人死んでなくなかった、えちょっと待って今大丈夫、今の
あれなんか もしかしてバグってた？大丈夫これ。あ、スクショ忘れないで。絶対スクショ忘れんなよ。スクショスクショスクショ2800。よし、じゃあ貼り付けますね。勝ってた。まさか勝てると思わなかった。でもね、今んとこ3人編成の人がたまたま来てくれたから勝ってるだけだからな。そこがちょっと不安ですよね。出た。いやー、怖い怖い怖い。もうここまでか。すだちがほんとさっきからやる気だな。いやー、でもすだちディスクで行かなきゃダメだよな、これは。さすがに猛球がね痛いんで、もうここで打っときますね。もうこれ打っとかないと絶対死ぬから、猛球のとこ叩いといて、レンチョンとクーホムが追撃してくれることを祈ろう。ダメかと攻撃力アップですね。ありがとうございます。ドッペルもし、あのね、ドッペル解放してないんですよ。さっきなんかドッペル解放×ってあったんで、しなかったんですよね。もしかしてドッペル解放した方が良かった。コネクト名ふざけてる。そう、コネクト名見ても全く分からなかった、本当に。そう、まずいぞ。いや、大丈夫大丈夫。おー、すごいな、今。あの、はるか先生が、このアテンションってやってくれて、あ、やった！猛球が止まった。猛球の動きが止まったぞ。あ、すごい悩む、これ。この4人いるだけでなんかちょっと難しいですね。これでいくか。あ、大丈夫だった、それ、本当に。ブラスト2回の方が良かった。いや、はるか入れてほんと良かった。見た目もいいしね。参拝鏡餅を思い出します。懐かしの参拝鏡餅。いいぞ、やれ。そっか、そっちに行くのか。これドッペルってどんな感じなんですかね。ダメージ痛い。あー、まずいな。デバフの、デバフ来るんだよな。これどれぐらい食らうんだろう。死なないでよ。うわ、結構痛かった、結構痛かった。で、バレナギの攻撃を多分一応挑発してくれるから、避けて、あー、尊い犠牲。でもおかげでコネクトできるのでは。できない、できないよ。どうしよう、どうしよう。とりあえず同じ土俵に立てるように少しでも弱らせて、レンチョン来てるんで、もうレンチョンで叩いてどれぐらいいけるかだな。もうそれだけの勝負ですね。いやー、まあこれしょうがないな。猛球がちょっと動けなかったな。あー、ほんとだ、挑発してきた。逆狙えばよかったかな。倒してくれ。おし、ただただこの2人が残って。そうか、あ、終わったな。待って待って、この2体の方が厄介な、厄介な行動してくるのか。やめてくれ、頼む頼む、死にたくない。まだまだ生きていたい。少なくとも勝とう、もうここまで来たら。ブラコンです。いやー、どうなんだろう、硬すぎて。やっぱ回避無効ついてるんですよ、あと相手が。なんか絶対先に、おお、ナイスナイスナイス、やるんだ。いっ、来た来た。まあ勝ちは勝ちですね。とりあえず勝った、勝ったけど、ただあとはポイントですね。もう2244か。絶対ダメだな、これ。3000、負けました。いや、でもいい、検討した検討した、かなり検討した。